皆さんおはようございます、こんばんは、リサです。ということで、はい、今朝なんですけど、もうちょっとで楽天スーパーセールと9点メガ割りが終わっちゃうから、買ったものをね、まださセールのうちにね、速報で動画撮っとこうと思って、今ね急いで回しております。ということで、ちょっとさ購入履歴見ながら紹介していこうと思うんだけど、今回はねいろいろ買ってみました。最初どっちがいいかな、9点メガ割りから行こうかなと思うんだけど、まあ今回もいろいろ買いましたよ。もうクーポンが足りないっていうぐらい買った。実は本当はもう一個買いたいものがあったんだけど、なんかロムアンのさラメが入ってるティントみたいの買いたいなと思ったけど、あれ売り切れてんのかな。なんかたまたまさ、あのふん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 って見てたら出てきてスクショしたんだけど、ロム&のグラスティングカラーグロスの10のアプリコットスパークルってやつあんのかな。ちょっと待って見てみるね。まだなんか先行とかだったのかな。まあいいや、じゃあまあこれは今度買うとしようってことで、じゃあ他にね実際に私がすでに買ったものを紹介していくね。で、今回は結構いろいろ買ったんだけど、ほぼほぼコスメだったかなと思います。いや、ほぼほぼコスメじゃない、すごい嘘ついた、別にほぼほぼコスメでは全然ない。で、1個目はこちらです。タグっていう、なんか多分ランキングとか見てて出てきたんだけど、マルチコントラスティックっていうのを買いました。ここら辺のねやってるのを見てすごいなんか良さそうかなって思ったんで、なんか買ってみたんだけど900円ぐらい。カラーは1番のヌードベージュっていうのを買いました。900円、900円だったらいいかなと思って買ってみましたね。今ここパウダーで書いてるんだけど、まあスティックの方がパン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 ってできていいのかなと思ってちょっと買ってみました。スティックでやるのかパウダーでやるのかって、なんかなんとなく自分のそのなんだろうな気分で使い分けてるんですけど、まあ割とパウダーのことが多いんだけど、久しぶりにちょっと試してみたくなって買っちゃいましたねっていうのが1個目。で、2個目は、あ、ウェイクメイクっすね。リファイニングカバーコンシールフィットパレットっていうやつですね。なんか黄色とか、グリーンっぽいのとか、なんかいろいろ入ってて、いろんなシチュエーションで使えるかなと思ったので、青っぽいのも入ってんだけど、なんかやっぱこう引きで見るとわかるけど、ここがちょっと木くすみじゃないですか。ちょっとなんかくすみがちかなっていう感じがするんで、ここら辺はね、なんかちょっと木の反対だから青とか、なんかそっち系かな。使ってあげるともっとなんかムラなく綺麗になるんじゃないかなと思ってて、で、なんかこれね9点メガ割りの時はなんかブラシがおまけでついてくるって書いてあった気がするんだけど、単純にこの付属でついてるブラシだけなのかはなんだかよく分からなかったっていうのが1616円で買いました。色は1番のライトでブラシ付きってやつを買いましたね。で、同じくウェイクメイクで、これめっちゃ届くの楽しみにしてるんだけど、ファンデーションブラシ、なんかこれね前から気になってて、前も買おうとしてその時買わなかったんだけど、あのファンデとかピーってこうブラシ塗るとさムラなく綺麗にピーって薄く塗れるじゃん。で、なんか私ロージーローザのすごい好きで使ってるんだけど、あれだとなんか厚みがあるから洗った時に乾くまで結構時間がかかるの。これだとなんか薄いんだよね、薄いから結構洗ってもすぐ乾くんじゃないかなと思ったんで、それを買ってみましたね。なんか目代わり始まった時はこのねパフが2個ついてくるよってやつだったんだけど、これも完売してて買えなかったの。これでで私は間違えたね、2個買ってる、やばい。今さ見たらさ、見て数量2になってんだけど、やばい、間違えた、2960円になってる。まあいいとしよう、洗い替え用ね、洗い替え用、そうブラシって洗い替え用必要だから、分かってる、最初からそのつもり買ったかね、うん、っていうお買い物しました。なんかね、厚いブラシの方もあるっぽいんだけど、私はこの、筆先が黒いやつ買ってみましたね。これ多分すごい使いやすいと思う。で、次が、これどこ？あ、同じくウェイクメイクで、これもすごい可愛いと思って買ったんだけど、新ブローパレット、ソフトドローイングブローパレットっていうの買った。なんか色めっちゃ良くない？なんかアイにも普通に使えそうなんだけど、なんかこういうのとかさ、すごいなんか使いやすそうだなと思って、オリーブっぽいカラーとか、あとピンク系のカラーとか、オーソドックスにブラウンとか全部入ってて、めっちゃいいじゃんと思ったの。しかも横にねなんかブラシもついてて、あとスクリューのちっちゃいブラシもついてて、なにこれめっちゃいいじゃんってなっちゃったんだよね、っていうのを買いました。ちょっと良くない？このアイブロウパレットね。これが2064円
で買ったね。まあクーポンとかところどころ使ってるからみんなが買った値段と違うってなってるかもしれないんだけど、私はその値段で買った。でもう一個別に9点で買う必要なかったんだけど、やっぱり買うの忘れてたと思って急いで買った。 NARS のこれがどうしても欲しかったのよ。ライトリフレクティングセッティングパウダーのカラフルなやつ、プリズマティックパウダーっていうさ、なんかよく SNS で私は見たんだけど、このこっちのマーブルみたいな方、これがすごいさ、なんか透明感出て良さそうだなと思ってて、白い方は持ってんのセッティング、結構夏はね好まれてて使ってる人も多いんじゃないかなと思うんだけど、それをね買ってみました、クーポン使って。だからクーポン使うと最終的にこっちで買った方がお得っていうことにもなりかねないんだけど、たまにさ、なんか普通常の価格よりもちょっと高めにしてあえてクーポン使ってそれより安くなるみたいなシステムもあるから気をつけなきゃいけないね。私は5260円で買ったけど、これ元値いくらなんだと、急いでって買ったからなんか全然考えてなかったけど元値よりは安そう。はい、次。あー、また読み方わかんない。BBIA がね、バイヤーっていうものかな。ババイヤ、パパイヤみたいになっちゃったんだけど。で、BBIA っていうところのやつで、なんかこれすごい書きやすそうだなって思って買ったのが、1プラス1っていうので、2個セットで、16番のクールベージュってカラーと、あとは3番のスリム、S3 ミュートブラウン、S プラス50円の、ブラウンの、すごい細いアイライナーを買いました。クールベージュの方はこの下まぶたのあたりに使うようなカラーなんだけど、それを買ってみましたね。で、これなんかもっと良さそうだからもう1セットこれを買ったの。これね、3セットまで注文できるってなってたんだけど、もう1個は1番のノワール、あとはローズバーンっていう7番のカラーを買いました。なんかまあここら辺とかここら辺とか上とかに使うものをここのブランドで揃えたって感じ。まあ1700円で2本だったらなんかすごいいいかなと思って買ってみましたね。次はですね、あとそう、ついにこれ買ってみたんだけど、フィンガーライクリップブラシ、シリコンのやつね、シリコンのさフィーで買ったんだけど、ぼかすのとかにいいかなと思って、ツヤツヤっていうよりはさ、リップライナーとかさ、マットものの方がなんかうまく伸ばせそうだなっていう感じはするんだけど、はい、こういう風に使うんだって。なんか前から気になってて、ついに買ってみたって感じ。本当はね、この丸の毛の方のブラシも多分使いやすいだろうなとは思ったんだけど、圧倒的にやっぱり使ったことないから試してみたいっていうのと、あとは洗うのがやっぱ楽で良さそうだなと思ったんで、これ買ってみました。これがね、1000円だったかな、シリコンリップブラシで。もう一個私も初めて買ってみたんだけど、超人気でやっぱ売り切れてて、フィーの 3D ボリューミンググロスっていうやつ買いました。 3D と 4D があった気がするんだけど、 4D も買った。カラーはもうあんまり選択しなくて、 B の05番カラント 70% っていうやつを買った。で、あとはそう、 4D ボリューミングプランパー、これは単純になんか色がついてないけど、多分なんだ、ラシャスリップみたいな感じだと思うんだけど、確かにね、ビフォーアフターで結構なんかボリューム出てる感があって、なんかふん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 って塗ったらいいのかなと思った、普段ね。まあこれ塗ってからグロス塗ったりするのもいいのかもだけど、ラシャスとか私寝る前に塗ったりとかしてて、それでもなんか唇の調子すごい良くなってたから、なんか寝る前に使う用のものではないかもしれないけど、まあなんかちょっと使ってみようと思う。だからヒリヒリすんのかなとは思ってるやつなんだけど、ちょっと気になってたんで買ってみましたね。あとはね、ちょっとね、コスメじゃないんだけど気になっちゃって、私なんか一個気になると同じジャンルで違うブランドを試したくなっちゃうタイプなの。だから買っちゃったんだけど、プロテインの韓国ってさ、こうキャップになっててさ、何、水とか豆乳入れてシェイクするタイプのやつあるじゃん。日本ってあんまあれないけどさ、あれが気になってて、結構いろんなブランドの買ってみたの。なんか韓国のやつはほとんど私飲んだりしたことないんだけど、すごい人気だよね。結構みんな美味しいって言うから買ってみました。で、1個目がペイパーバッグっていうブランドのやつを買ってみました。しかもなんか面白いのが、なんかどこのブランドも、まあチョコとかはオーソドックスである、黒ごまとか大体あるんだけど、コーン味とかが結構あっていいなと思ったの。私コーンすごい好きだからさ、夏になるの本当楽しみにしてるのね。これがいいなと思って買ってみました。頼んだのは4種味で7パックっていうやつ、4000円。だからすっごい安くはないよね、やっぱりね。まあでも持ち歩きとかにもいいよっていうのが売りらしい。で、なんか普段だったら選ばないんだけど、他のブランドもいろいろ買ったから、マロンラテっていう味を買ってみたい。なんかニューらしい。次がなんかちょっとパッケージが可愛い
はい、こちら。これなんか3週間のプログラムみたいな感じで、1日1回飲むのかな、で1食置き換えるみたいな、置き換えダイエットみたいなもんだね、だったんだけど、それは味は1週目はさつまいも味にした。でそれがね7個入ってて、2週目はとうもろこし味にして、3週目は黒ごま味にした。黒ごま味は結構なんか人気っぽいとかちょっと高かった。3週間分で8126円、割引が234円効いてね、結構だから高いよね。なんかコスパよくっていうんだったらやっぱりスクープしてさ、こう使っていくタイプのものの方がいいんだけど、なんかこれが欲しかったの。これをちょっといろいろ買ったんで試してみるね。で次がこのブランド、なんか私見たことある気がするんだけど、ここのやつ、なんか私これのパッケージを見たことがある気がするのと、なんか検索するとというか、プロテインのジャンルだと一番上というかに出てくるやつだったんだけど、6種スタートセットで6本入れやから、これはねこの写真通りに全部の味が1個ずつ入ってるっていうタイプだと思う。気に入ったのがあったらそれをリピしようかなと思ってるんで、最初はスターターキット買ってみました、初めてなんで。で次、あ、これさベーグルの乾燥したやつで有名じゃない、このここのところので、カロリーとかも書いてあってすごいいいなと思ったんだけど、1+1+1タンパク質シェイクって書いててさ、私ねこういうのを4つで出てくるの見ちゃうと4種類一気に試したいの、なぜか3っていう4を許してくれなかったんだけど、まあ3個セットのやつで1800円、なんかまあ1個600円ぐらいと考えるとちょっとお高めなんだけど、ナッティチョコ味とさつまいも麦焦がし味とトウモロコシカステラ味を頼みました。トウモロコシカステラ絶対美味しいと思わない？なんか前にこのベーグルのお菓子みたいのがすごい流行ったじゃん、オリアンで売っててさ、それを買って食べた時すごい美味しかったのね。だからここきっと味が美味しいと思って買ってみました。次ね、まだ買うのりささんって思うでしょ、次で最後だからタンパク質系は。これも私見たことある気がするんだけど、はい、ココンチアンドゥっていうの、わかんないんだけど、そこのところです。でこれが2セット選べるよっていうやつで、1セット5個入りのやつで3990円でした、ね、これは水を入れて飲むシェイクなんだけど、オレオ味とかあるんだ。やっぱりでもココムチもね、トウモロコシ味あって、でもベリーとコーンにしました。2種類選べるってことだったんでベリーとコーンにしてみました、ね、なんかベリー系が意外とそんなになくて、やっぱり一番、まあ、あるにあるんだけど、一番人気なのはチョコとかそっち系なのかなって感じがした。でも日本だと本当ないから、トウモロコシ味系があるのが冷製コーンスープみたいな感じなのかなと思って買ってみました。であとはなんか検索して出てきて、ヘルス&ビューティーっていうところの、これなんだろう、 HNB レッドダイエットレモン味20包ってやつで、なんか EAA みたいなやつなのかな、なんかねドラキュラのドリンクみたいな、ちょっと濃そうだから氷とか入れて飲んだらいいのかなと思ったんだけど、なんかこれがちょっと気になったんで買ってみたのね。でもね、一体これが何なんだかはよく分かってないの。ダイエットに効果的なグリーンコーヒー瓶エキス、炭水化物とエネルギーの代謝に必要なビタミン B1、 脂肪、炭水化物、タンパク質代謝、エネルギー代謝に必要なパントテン酸なんかが含まれてるらしい。はい、ということで、まあなんか やってみようみたいな感じでこれも買ってみましたね。はい、今回9点の方はこんな感じだから、結構トータルの金額でいうと結構買った気がしますね。うん、このプロテイン軍団が意外と高いじゃない。でもさ、みんなどうも1食500円600円ぐらいかと思うとさ、500円600円、1個300円ぐらいだとなんか私的には嬉しいかなみたいなのがある。まあ大体そんなもん。でもなんかあまりにたくさん種類買ったんで、プロテインすっごい量きそうな気がするから、ちょっとマジでおすすめがあったらなんかあれね、紹介するね、この中で。まあでも他にもさ、頼めてない味もあるんで、なんか全部ってわけじゃないけど、結構有名どころというか、さっと調べて出てくるところは大体買ったんで、なんかおすすめのあったら紹介します。逆にこれめっちゃ美味しいよっていう、こういう何ひねって開けるタイプのプロテインがあったら、ぜひコメントとかで教えてほしいです。はい、そんな感じで9点で買ったものはこれで以上ですね。まあやっぱ基本リピよりも新規でコスメを選ぶことが多いですね。ってことで次は楽天なんだけど、楽天もまあなんかいろいろ買ったんだけど、ちなみにスーパーセールはいつまでなの？あ、11日の1時59分か。危ないね。みんな急いで買って紹介していいなと思ったら。リサさんにしてはすごい珍しくて、えって思うもの買ったんだけど、3万9000円の折りたたみ式ステップマシンっていうのを買いました。
こういうやつ、これね。あ、隣に画像を出しておくからね、詳しく載せておきますけど、なんか最近全然運動してなくて、ピラティス通ってたじゃん、調子よかったんだけど、なんか割と予約が取りにくくてやめちゃったのね。それからなんか運動全然してなくて、ちょっとさすがにやばいと思ってたから、またもう一度タクトレっていうところに一周回ってまた戻ってきたわけで、このタクトレのブームが過ぎるとまた外で習いたいってブームがやってくるんだけど、なんか一旦いいかなと思って買ってみたんで、これ見てたらなんか結構薄く折りたためて壁の隙間とかに置いとけますよみたいな感じだったんで、で1日20分踏めばいいんだって。だからもう朝やっちゃおうかなと思って、朝起きてやって、はい、もう今日の運動終わりました、もう動かなくて大丈夫ですっていうテンションでやっていこうかなと思って、ついにこういうお家で運動する系の器具を買ってみちゃいました。あとはちょっとガジェットになるんだけど、折りたたみ式のカメラドリーってものを買ったの。なんかこれね、佐々木朝日さんのインスタ見てた時かなんかになんか出てきて、カメラの三脚の足がね、ローラー、タイヤになっててこう動かしやすいみたいな。家でさ、 Vlog とかルーティーンみたいな撮ってる時とかって絶対いろんなとこ行くからさ、その都度三脚をこうドンドンって置くよりはこう動かしてった方が楽そうだなと思って、それを買おうと思ったんだけど、紹介してたやつが結構高かったの。プラスなんか結構幅取るかなと思ったから、今ある三脚を活かせるやつはないだろうかと思って調べてたら、なんかこういう足だけになってるやつがあって、今の三脚をこう立てて付属すると使えるっていうもの、折りたたみのがあったんで、いいかなと思って買ってみたの。5300円でした。なんでこんなに安いの、クーポン聞いたのかな、なんか今9300円税込みになってんだけど、値段上げました？私5300円で買ってんだけど、っていうやつ。あとは、ちょっとこれ見て、ちょうど届いたんだけど、もしかしたらね、子供向けのアイテムかもしれないんだけど、めっちゃいいじゃんと思って買ったのがこちらです。じゃーん、まな板なんだけど、切り方は書いてあるの可愛くない？これなんかお子がさ、料理を始める時の練習用みたいな感じのアイテムかもしれないんだけど、私にとってはとてもいいなと思って買ったのね。まあ大体のさ、切り方は小学校中学校とかで学んでるから知ってるけど、指示もらった方がいいじゃないって、半月切りとかなんとか切りとか千切りとか書いてあって、かつここにね、センチが記載があるの。これよくない？さいの目切り、細切り、千切り、乱切り、小口切り、みじん切り、色紙切りは逆に知らない。あ、こう細く切ってく、あ、そういう風に切るんだ、串切りと。面白くない？こういうのを買いました。なんか今のまな板がなんかハイターとかしてももうね、結構古いものだから、てか今のまな板、私思ったんだけど、多分大学生から使ってる気がするんだけど、本当そんなことありえる？でもなんか本当な気がする。そんぐらいなんか捨てるタイミングもないからずっと使ってんだけどって感じなので、これに切り替えていきたいと思います。可愛いでしょ。おコピーでクッキング一緒にするよっていう人もいいと思いますっていうのを買いました。これ1000いくらぐらいだったかな、1430円で買いました。カッティングボードで、楽天って意外と買ってるものこんなもんか。あとはなんかおコピーの普段の何、ガーゼだったりとかテープだったりとか、そういうのをまとめ買いしましたね。やっぱポイント医療系のアイテムって安くなんないじゃん、基本セールで。だからポイントがつくことによって実質ちょっと割引で買えたみたいな感じになるので買ったかな。あとこれ買った、お尻セレブ。お尻セレブのね、このうさちゃんのトイレットペーパーが私大好きなんだけど、これがね、なんと20パックで7700円だったのね。ちょっと狂気の沙汰だとは思ったよ、私だって20パック買ったってあんたどこに置いとくのって思ったんだけど、そういう時はなんかいつもお世話になってますって、どうもどうもどうもってもう配ればいいじゃんっていうことなんだけど、普段ね、これ見たら430円40円ぐらいで売ってるものっぽいのね。でこれ20袋買うと1個単価が380円ぐらいになるみたいな書いてあって、それは買うしかない、それは安くなりすぎていると思って買ったのね。なのでちょっとトイレットペーパーほんと困ったよみたいな状況になったらうちに来てもらえば全然ギフトできます。すごい嬉しい。そろそろね、もうあと1パックは4個入りなんだけどしかないなって思ってたから、まあ令和の米騒動じゃなくて、うちではさ、もうトイレットペーパー騒動が起きようとしてたから、危うくねなくなる前に買いました。あとアイリスのね、気になってたアイテムがあって、ついに買ったの。6個セットのやつを買ったんだけど、キッチンペーパー、私さ、いつもさ、スコッティかなんかのさ、こう絞れるキッチンペーパーが好きですごい使ってるんだけど、それもね、アイリスでもそういうタイプが出てるっぽいって、私知らなかったんだけど見つけて買ったの。6個で1580円で、
まあなんか2、3個で買ってもあんまお得じゃなかったからまとめ買いしちゃいました。まあキッチンペーパーって結構使うじゃん。なんか汚いと思う人いるかもしれないけど、野菜とか洗った後野菜拭くじゃん。ちょっと湿った状態じゃん。それでなんかキッチン周りとかあのガスコンロとかを一旦拭くじゃん、汚れてんの。結構使えんのよ、そういうので。野菜の水分でなんか台を拭くみたいな。まあその後また拭くんだけど、洗ったりとかもして、まあ、雑巾みたいにも使えるから、全然何度でも結構使えるから、なんか1枚あるだけでなんか布巾なしでもいけそうだから、ディスポだし衛生的でいいなと思って好きなのね。でちょっとよかったらこれも紹介します。でもなんか雰囲気的には本当にあの洗えるタイプで、いつも使ってんのと似てる感じっぽいから良さそうな感じ。ちょっと比べてみるね、家にストックあるから。あ、ちなみに今回じゃなくて普通の時に買ったんだけど、今目代わりで安くなってるかもしれない。このね、銀鮭の切り身の半分になってるサイズのやつで、骨取ってるやつがすごい便利で良かったです。これなんか日々使ってるんだけど、まあなんか家で食べるときはなんなら1匹がいいから2個食べたくなっちゃうかもしれないんだけど、お弁当にめちゃくちゃいいサイズだし、骨が本当に全部取れてるからめちゃくちゃ良くて、これなんか星がいいから、あ、どうなんだろうと思って買ったんだけど、3980円で切り身が20個入ってるっていうタイプね。お弁当いっぱい作ってる人だったら楽だし、なんかこれ入ってる袋がね、あのファスナータイプになってるから、そのまましまえるのもすごいいいなと思ったんで、普通常だと7960円ってなってるんだけど、そこに半額クーポンっていうのが出て3980円になって、3980円プラスなんかポイントがつくんだったらめっちゃいいかなと思ったんで、これもおすすめです。そんなもんかな。はい、というわけで今回は楽天スーパーセールと9点で買ったものを急遽やっていったので、風呂上がりの状態急ぎで撮っております。あの切り身もめっちゃいいし、トイレットペーパーもキープで置いとくとこがある人だったらめっちゃいいと思います。あとこれもすごい感じだったので、もしねまだ最後何追い込みで買おうかなって悩んでる人がいたら、ぜひチョイスの一つに入れていただけるといいかなーなんて思いました。はい、というわけで今日の動画はこんな感じの速報でした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。